ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチ空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だにゃん、こちらのニューシールコレクションがエンスカイで発売されていたので買ってきました。今回買ってきたのはこちらの2種類、コアラニャンとクジラのシールのついたものですね。こちら20付きプラス2枚連続当てシリーズになっています。こちらの表紙のシールは、冬にゃんだったり、バクローバーだったり、コアラにゃんだったり、ジバにゃん、コマさん、それぞれ、リアルな感じのシールがたくさんついていました。まあでも中から出てくるのが何かわからないので、欲しいシールがあったらそちらの表紙をゲットすると確実ですね。というわけで今回はコアラにゃんとクジラを買ってきました。はい、こちら裏を見てみると、シールが全63種類、スペシャルシール23種、ノーマルシール40種となっています。はい、なんで今回2パックしか買わなかったかというと、多分シールパックで、これぐらいの、シールが入って5枚ぐらい入って100円みたいなやつが絶対発売されると思うので、そちらを買った方がキラキラのシールは揃えやすいので、わざと2パックだけこちらゲットしてきました。はい、ではまずはどんどん見ていきましょう。今回は一気に全部開けてしまおうと思います。何枚揃うかお楽しみに。では行きましょう。まずはコアラニャンの表紙のものから開けていこうと思います。はい、では早速開けていきます。上から1パック目。はい、もうすべき1枚目は誰でしょうか。あ、ノガッパ、ノガッパが出てきました。はい、2枚目は誰かな。2枚目はじゃん、メラメライオン、いいですね。3枚目は誰かな。はい、せーの、おーで、おー、コアラニャン、こちらのバージョンのコアラニャンが出てきました。同じポーズですね。はい、4枚目いきましょう。せーの、じゃん、はい、キュービだ、かっこいい。このなんだろう、みんな模様は統一なのかな。はい、5枚目いきます。はい、お、アルティメットロボニャン、かっこいい。でもこんな感じの柄なんですね、みんなチェックみたいな。はい、6枚目、おー、ジバニャンが来ました。7枚目。誰かな？じゃん！お、コアラニャン別バージョンだ。ポーズが違いますね。はい。7枚目いきます。違う。8枚目いきます。8枚目。じゃん！お、当たりの紙とともにひもじ。お店だともう一枚いけるんですね。9枚目は誰かな。せーの、じゃん、お、キラキラー、ウサピョンです。すごい、リアルバージョン。はい、10枚目、誰かな。10枚目は、おー、アンドロイド山田さんです。はい、アンドロイド山田。11枚目は誰かな。12枚目いきます。どんどんいきます。せーの、じゃん。お、ブシニャンが来ました。ブシニャン。13枚目。せーの、じゃん。アラチ。14枚目。はい。おならずもの。15枚目。当たりの髪とともにジバニャン。さっき出たのはとは違うポーズですね。はい、こんな感じ。はい、16枚目いきます。16枚目、じゃん、コアラニャン、これはかぶり。はい、18枚目
違う、10枚目。はい、キュービー同じだ、しかも。はい、18枚目。あ、同じ。19枚目、さっきのアルティメットロボニャかぶりみたいですね。あ、ロボニャ F 型が来ました。はい、20枚目。誰だ誰だ、じゃん、おー、リアルバージョンでひもじいが来ました。はい、21枚目、当たり引いた人分用ですね。はい、オーサピョンが来ました。そしてラストの1枚は誰かな、じゃん、ハイパークロバーが来ました。はい、ではクジラの表紙のものいきます。はい、1パック目、誰かな、じゃん、ロボニャン F 型、これはさっきとは違いますね。はい、さっきのとは違うバージョン。はい、2枚目、上、はい、あ、ウィスパーが来ました、ウィスパー。はい、3枚目、あ、人面犬が来ました。これはもう全く別なタイプですね。嬉しい、シールいっぱい揃いそうです。はい、4枚目はコマジロー。はい、5枚目いきます。5枚目は誰かな、アクアルニャン。これはこれでもない、これでもない、また別バージョンのポーズですね。はい、6枚目いきます。お、闇キュービが来ました。かっこいいです。7枚目いきます。お、クジラマンが来た。ちょっとこれ気持ち悪かったんだよね。はい、クジラマン。8枚目いきます。お、フーニャンが来ました。フーニャン。9枚目いきます。お、当たりの紙と、あ、ノガッパ。これは同じですね。はい、2枚目いきます。お、メラメライオン。これも同じ。11枚目いきましょう。11枚目は誰かな、テータとかも来るのかな。キラキラが来ました。12枚目いきます。じゃじゃん、コマジロー。これはさっきとは違うバージョンですね。12枚目、にゃん、ポーズが違いますね、さっきと。はい、続いては14枚目ですね。はい、14枚目、明かりの神と光オロチ。はい、15枚目、あれかな、お、コマカーちゃんのノーマルバージョン。16枚目、あ、ジバニャンが来ました。これはまだ出てないバージョンですね。17枚目いきます。17枚目は誰かな、あ、コアルニャン。この座ったバージョンはまた別ですね。すごい、コアルニャンだけで何パターン。はい、18枚目。キュービもこのバージョンは出てないですね。19枚目。
いるよね。エンマが来てくれるかな。はい、残り3枚になりました。20枚目。はい、20枚目は誰かな。あ、ちばにゃん、これは来てないですね。このバージョンは来てない。はい、21枚目、誰が来るかな。じゃん、あ、コマジローのリアルバージョンが来ました。かわいい。はい、そしてラスト1枚、誰が出てくるでしょうか。せーの、じゃん、ふえにゃん。そしてこれはかぶり。はい、ありますね。はい、今回も同じキャラクターが別のポーズで出てくるっていうパターンが結構ありましたね。では順番に並べて見ていきたいと思います。はい、スペシャルなキラキラシールは6枚揃いました。中から出てきたのが2枚ずつと表紙の1枚ずつですね。全23種なのでこちらはまだまだですね。キラキラシールはパックシールで買うと5枚中1枚は絶対キラキラが入っているので、こちらを揃えたい人はやっぱりそちらを買った方がいいですね。はい、ノーマルシールだけ集めればいいやという場合は結構こちらの方が被りが少ないと思います。はい、ではノーマルシール順番に見ていきましょう。はい、1番がジバニャンでした。2番もジバニャン、3番ジバニャン、4番ジバニャン、5番コアラニャン、6番コアラニャンが被り。はい、7番コアラニャン、8番コアラニャン、11番コマさん、90がなかったですね。はい、12番コマジロー、13番コマジロー、14番ウサピョン、16番フユニャン、15番もウサピョンなのかな、17番フユニャン、そしてかぶり。18番なくって19番ブシニャン、20番ロボニャン F 型、21番ロボニャン F 型、22番なくって23番オロチ、24番キュービのかぶり、25番キュービ。キュービ2枚あったので多分22番もオロチじゃないかなと思います。はい、26番光オロチ、27番闇キュービ、28番ウィスパー、29番ひもじい、30番のがっぱとかぶり、31番バクローバー、32番アンドロイド山田、33番人面犬、34番おならず者、35番メラメライオンとかぶり、36番アルティメットロボニャンとかぶり、37番コマカーちゃん、38番なくって39番ヌラリヒョン、40番クジラマンとなっています。なので38がもしかしたらエンマかなと予想はしています。はい、というわけで今回はエンスカイから発売されていた妖怪ウォッチ空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だにゃんのニューシールコレクション、こちらを2パック一気に開けてみました。パックシールの方が発売されていたらまた買ってきますので、ぜひぜひお楽しみに。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。